エリカが州国カリフォルニア州ベンチュラ軍、シミバレー出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のシアトルマリナーズ参加所属。2008年の MLB ドラフト31巡目で、ロサンゼルスドジャースから指名され、6月20日に契約。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグドジャースで、プロデビュー。11試合に登板して1勝2敗1セーブ。 防御率3.34、25奪三振を記録した。2009年は、パイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでプレーし、15試合に、先発登板して6勝3敗、防御率4.00、55奪三振を記録した。2010年は、A 級、グレートレイクスルーンズでプレーし、24試合に、登板して7勝4敗にセーブ、防御率3.28、 135奪三振を記録した。2011年は A 級乱直モンがクエークスでプレーし、26試合に登板して11勝5敗、防御率4.33、126奪三振を記録した。2012年は A 級チャタヌーがルックアーズでプレーし、26試合に先発登板して11勝8敗、防御率3.75。 168奪三振を記録した。オフの11月20日に、ドジャースとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2013年は、開幕をトリプル A 級アルバカーキアイソトープスで迎え、4月27日にメジャー昇格。同日のミルフォーキーブルワーズ戦で、先発起用されメジャーデビュー。6.2回を投げ4安打に失点に死球7。 脱三振だった。6月10日に、トリプル A 級アルバカーキへ降格した。この年メジャーでは6試合に先発登板して0勝2敗、防御率6.51、26脱三振を記録した。2014年3月11日に、トリプル A 級アルバカーキへ配属され、開幕を迎えた。この年はメジャーでの登板はなく、トリプル A 級アルバカーキで36試合に。 登板して7勝6敗、防御率5.21、70奪三振を記録した。2014年12月3日に、クリス・ハイジーとのトレードで、新シテシキレッツへ移籍した。2015年6月7日に自由契約となるが、18日に、マイナー契約で再契約した。この年は、参下のトリプル A 級、ルイビル・バッツで3試合の登板に止まった。2016年、 マイナーでは A 級ペンサコーラブルーワフーズとトリプル A 級ルイビルでプレーし2球団合計で38試合に登板して4勝1敗防御率4.8559奪三振を記録した9月12日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたこの年メジャーでは5試合に登板して防御率6.231奪三振を記録した レギュラーシーズン終了後の10月10日にマイナー契約でトリプル A 級ルイビルへ配属された後11月7日に FA となった2017年1月30日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだこの年は参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスとトリプル A 級エルパソチワワズでプレーし2球団合計で20試合に登板して6勝5敗 防御率3.8778奪三振を記録した。オフの11月6日に FA となった。2018年1月25日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。開幕は参加のトリプル a 級ロチェスターレッドウィングスで迎え、4月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は40試合に登板して3勝3敗。 防御率3.8156奪三振を記録した。2019年7月18日にディーフとなった。2019年7月21日に金銭トレードでシアトルマリナーズへ移籍した。2020年10月22日に自由契約となったが、11月5日にマイナー契約で再契約した。2021年3月27日に再び、 自由契約となった後、3月30日に改めて2年間のマイナー契約を結んだと報じられ、4月1日に正式公示された。ありがとうございます。